はギルドオーダーに行こうと思うんだけど。はい、それではギガバ地団に行きましょう。ほうほう、前回の有毒妖怪と同じレベル20のギルドオーダーか。で、マッチング早。あ、やっぱりダメだった。お、次はいけそうですよ。オッケー、揃った。ポキン。今回のギルドオーダー無法者ギガバ地団を撃破せよでは、多くの敵と戦います。まずは多数の敵と同時に戦闘しないように、カッコ撃破を心がけましょう。次に、敵集団の中から厄介な敵を見つけ、率先して倒すことがポイントです。ふむふむ、敵を釣るのは結構得意っすよ。お、早速いい感じですね。意外と弱い？はい、カッコ撃破をおすすめしましたが、多少の乱戦でも大丈夫でしょう。じゃ、どんどん次行くよ。ところでこのギガバ地団って何者なんだろう？こいつらの素性はわかりませんが、ギガバ地は実存する蜂のようです。その生態はちょっとグロいんですが。まあさらっとお話ししますと。獲物に卵を産みつけるタイプで、捕食寄生者と呼ばれる寄生動物とのことです。獲物に卵を。詳細は検索して、ご自身でお確かめください。このギガバ地団もその生態に習っているということかねー。様々な組織にスパイを送り込み、内部から崩壊させることを旨とした組織かもしれませんね。あるいは、それらの組織を取り込んで我が物とするとか。なかなか同質、悪い奴らじゃないの。お、このレッドベリーチャンターは現実師です。見かけたら優先的に倒すようにしましょう。了解、ケアルで回復されると面倒くさいしね。おおよそ、スキンダーが槍、シャープアイが弓、ルックアウトが剣。そしてチャンターが現実といった構成でしょうか。あれ、でも30秒前くらいに剣を持ったチャンターがいたような。チャンターとは聖火隊員、栄翔者のことです。剣にモータ担当がいるんですかね。紛らわしいなぁ、どっちからタイプかわかりにくいよ。服装も全体的にアイバー色で似てますしねー。とりあえず、杖を持ってるやつから倒しましょう。ほいほい。ちょっと今敵が合流しそうで危なかったね。はい、でもこのゲームではリンクは設定されている以上には発生しない気がします。あれ、そうなの？撃った敵と同種の敵が近くにいた場合、そいつも応酬してくるかと。その敵に自分が見つからなければ OK みたいです。リンクの弦が設定されていた場合はどんな場合でもついてきますけど。じゃあ、敵がうようよいるところで影から遠隔すれば、単体で引っこ抜ける？サスタシャとかカッパーベルの経験ではそうなんですけど。まあすみません、推測です。じゃあ釣りって、あんまりプレイヤースキルいらないね。まあ、安全地帯から遠隔するだけですからね。でも釣ってから安全地帯に誘導する必要はありますよ。へぇ、だから耳の敵とか厄介なんだよね。ささ、ついにボスまでたどり着いたよ。後ろにまだ雑魚が残ってますけど。こっそりとボスを暗殺するのです。むむ？なんか赤点か。じゃあ、いっぱい来たたたたー。うわぁ、残ってた雑魚が全部来てますよ。これ。いや、ちょっと、どこじゃれならんしょこれは。うわぁ、左下の敵シリスト見てください。7体も来てますよ。よ、一に、メインタク早くて早くて。いやしかし、メンバーの皆さんは落ち着いていらっしゃいますね。謝りたいんだけどちょっと隙間がないっす。そっすね。これは溜め取ることに専念した方がいいですね。格闘さんもどこから殲滅してくれてますし、耐え切れば勝てますよ。Oh.
いい感じに敵が減ってきた。で、僕どもの増援って何すごい大きいの？うわ、3体通過しましたね。この大混乱じゃ増援とか汚いな、さすが無法物汚い。あ、敵の増援が到着した模様です。おらー、こっち来いやー。現実さんがボコボコにされてますよ。おらー、お前ら何するだ。しかし、これオーバーパワーって本当に良かったですね。もう MP 引きずるし、きついねよし、いい感じに減ってきたよ。で、また増援とか還元してくだけや。また3体追加しましたね。とりあえず、できるだけ雑魚を減らそう。はい、敵増援の到着です。はい、了解っす。やべえよー、敵の現実みたいもいるよー。これは厳しい。あ、現実さんが殴られてるるるる。ささっと種を引き寄せましょう。左下の敵シリスト見てください。三角マークになってるやつがいます。すでに種が他のメンバーに見えています。大丈夫ですか？うん、でもあとちょっとだから現実を倒したい。よし、あとは僕だけだよ。フルボッコにして差し上げましょう。また増援来たー。到着までは時間があります。このまま押し切りましょう。でも息を下げだけで、AP も切れてるのに。お、倒した。お疲れ様でした。 DPS さんが上手に動いてくれたおかげですね。ヒーラーさんもよくあの乱戦で回復を絶やさずに、本当にありがたい。相変わらず、パーティーメンバーに助けられる日々ですな。とりあえず、やっと謝罪できるよ。すいませんでした、知らなかったんです、許してください。しかし、今日はいくつか勉強できたことがあったよ。ほう？まず、タンクが、っていうか私が落ち着いて処理できるのは敵4体まで。それを超えるともう何がなんだか。今回は寝かせ要員もいなかったですもんね。そしてもう一つ、ジガバチ団の団長は構成員に愛されている人望の厚いリーダー。団長の緊急時にはメンバーがすぐさまかつ継続的に助けが来るのはその証だね。サスタ社の海賊船長の時は来たのはワンコくらいでしたからね。しかし、このマップはなかなかいいね。落ち着いた風情があって、涼しげですね。そういえば、また動植物観察レポートしないと、だね。